新入部員を増やそう。あ、今のまま部員が4人だと打ち切りに。知ってる？見てる？読んでる？やってる？風が優しい風のよう、なんだか美味しい餅のよう。置いてる？寝れてる？賃金が出る休みは？なんだかうるさい街のよう、なんだかこの日君のよう。ということで、何かいい案ある方雇いましょう。マネーパワー？ほな、ビラ配りは？じゃあビラと一緒にビラビラも配ろうよ。ビラビラ？ビニールの紐を裂いて作るやつやろ。なんですかそれ。ライブとかいかが？なんでテニス部がライブをするんですか？弓でこう弾けば綺麗な音。それも違う部活ですよね。それだと弓道部になっちゃうね。その要素は弓だけですけど。やっぱりテニスの楽しさを教えんとあかんやろ。じゃあ皆さん、テニスのどこが楽しいですか？はいはい、私はね、新品のボールの缶を開けるときがすごい楽しい。それ競技と無関係。真夏の暑さと土の匂いの中、ひんやりとした高級感漂う缶を取り出して、キレのある辛口。何飲んでるんですか？テニスボールエキスや。うえー、ろくな意見がない。ではビラを配るぞ。ダメでしたわね。ごめんね、1年生がゆりちゃん一人だけで。え、もしかして私のために？せやねん、ほんまはうちら全員留年しててまだ1年やねん。えー、マジっすか？はは、嘘や嘘。先輩たちだと嘘に聞こえませんよ。おい、どないやねん。でも、ほんと楽しいです、先輩たちと一緒にいるの。わあ、嬉しいよゆりちゃん。ええ子やな、ゆりは。どこ触ってんですか？結局打ち切りとか廃部とか。まあ来年になったら新1年生が入ってくるしさ。そうですね。でも先輩たちを独り占めできなくなっちゃうのか。え、なんでもないです。えー、打ち切りじゃなく続く。